次に安達康君。君石の党の安達康でございます、ちょっと風邪気味でごめんなさい、聞きづらいかもしれませんが、えー、一般質疑ということで、えー、質問させていただきたいと思います。きょうはあの、きのう、骨太方針も決まりです、ね、さ、えー、まざまな大事な議論があ政府において進められています。まああのー 財政の問題、社会保障全般の問題もいろいろありますが、今日はまあ、医療等分野の番号を中心にですね。まあ、ちょっと年金情報の話もありますんで、この番号制度全般について質問させていただきたいと思います。で、その内容に入る、入る前にですね、あの、一言、ちょっと申し上げておきたいんですが、あの、先般来、私のこの委員会で。 あの最高裁まで争う等々ですね。 いいいいいろいろ申申しししし上げて大変皆様におお騒がせををたしましたたままことと詫び思すちょっとプライベートなことも半分ありますが、政治家としてのあれですので、一言だけ申し上げておきますと、6月26日に一応和解をさせていただいてます、したがって、元秘書の方とはです、ね、そういうことで終わってますが、ただ、この委員会をお借りして、さまざま申し上げたところがありますので。<laughs> あの一言申し上げあの、委員の皆様にもです、ね、またあの国民の皆様にもお騒がせをしたことをです、ね、お詫びを申し上げておきたいと思います、ただ、あの私、あの場で申し上げたのはです、ね、まあ、その事務所のことはさておき、やはりあの労働法制全般についての問題意識を申し上げたかったというところもございまして、それについては、まあ、切り離してです、ね、またあのこの国会でも、もし、まあ また労働法制出てくるようなことが、私は期待をしておりますが、あ,のありましたら、しっかり議論をさせていただきたいと思います。あのえー、今、質問に立っておりました伊坂委員がですね、先般予算委員会で、えー、労働基準法が出てきたときには、これはも問題が多いので、えー、徹底的にやるというようなことを、まあ、ごめんなさい、言葉を忘れましたが、えー、申し上げましたがあの、私はあの労働基準法の今、 審議会等で議論されてきた内容については、賛成であると、こう申し上げておきたいと思いますが、ただ、申し上げたいことは、派遣法のときもそうでしたが、我が党はあの党内で決めるまでは、党内でえ議論をして、党の立場を決めるまではで、俺は賛成だ、俺は反対だ、いろんなことを言いますま、予算委員会で総理の前で言うのがいいかどうか分かりませんが、しっかり徹底的に議論して、態度を決めていく。そして決まったら 全員で一致団結して行動するという党であることをです、ね、申し上げておきたいと思いますし、あのえーえー、例えばです、ねまあ、そういう観点で、えー、最近の我が党の関係でいうとです、ね、この委員会とは関係ありませんが、安保法制というのがありまして、我が党の某議員がです、ね、何か、あ 採決に応じること自体に反対だと、こういうことをですね、共産党の C、えー、さんと一緒にです、ねまあ、申し上げたと、あ,あの裏の議事すみませんしょ、しょうもないこと言ってまして、しかし、申し上げたいことは、申し上げたいことは、あ,のあれはですね、もうあの党として、党として方針を決めた、き、まあ、今日も両院議員。 じゃないか安全保障調査会でまあ決めるわけですが、党として決めている、あるいは決めようとしている問題について、まあ、あ違う行動を取ることは、ですねまさに今、私が申し上げたような意味で、それは間違っているわけでありまして、その煽りをですね私も、えー、たくさん今、受けてまして、先ほどもあの昼にですねこう降りていきました、雨が降ってましてね、横にいた高橋静子委員に、あのご一緒にどうですかと、傘を差し上げたらですね、 維新の議員とです、ね、一緒に傘に入ると除名になるかもしれないということで、そういうことで、まああの、場合によってはこれ、議事録からはちょっと削除していただきますが、まあ、いずれにせよ、いずれにせよ大事なことは、大事なことは、議論をし、議論をし、しっかりと審議の中で。 賛否を含めてですね、議論をし、そして決めていくということであることをですね、改めて我が党のモットーとして申し上げておきたいと思います。それからあの先ほどのあの労働基準法の話だけもう一言申し上げると、えー、やっぱりあの大臣にもせんあの何度か大変失礼な質問をさせていただきましたが、やっぱりあの国会議員もですね、まあいろいろあのきっちりさないかんなと。 いうことを私も思ってますあの,私のケースはです、ねあの、あんまりケースを言っちゃいかんのかな、まああの一言だけ申し上げると、まあ、あの結局、えー、いわゆるスタッフをです、ね、こう秘書としてこう扱ったときにです、ね、たまたまこう、まあ、たまたまじゃないな、まあ、事務的にこう、えー、いわゆるある意味で形式的な契約書がこう更新されてこうあったりするとですね、 まあそれが大変大きな意味を、私が仮に知らなくても、反をしてあるので、大変大きな意味を持つわけでありまして、しっかりこれからの政治家の事務所も、必要があればサブル協定を結ぶし、また、必要があればあ夜の10時以降、朝5時まではで、しっかり割増し賃金を払うと、当然のことでありますが、余計なことですね、余計じゃないや、大事なことですので。<laughs> え申し上げておきたいいと思います私の事務所は、ですね、えー、私はあの大阪の北部でありますので、えー、夜10時以降、できるだけスタッフに仕事おがですね増えないように、今、新大阪に駐車場を借りまして、えー、遅く帰あの最終で帰ったときは自分で運転して帰,帰るというようなことも実践しておりますことを、ですね一言え申し上げておきたいす,すみまませんちょっとあの長くなりましたがで え本題のですねこの年金記録の,あの問題でありますが、年金記録の問題も、私はしっかりあの議論すべきことは議論せないかんけれども、あ,あんまり大きな声で、なんて言いますかね、あ山上委員さん、まだいらっしゃいますねあ、のあの山上委員のですねやっぱり声は大きすぎるという。 ことが言われておりますで実際ですね、私も今日委員会で傍聴させていただいておりまして、あの傍聴じゃないか、あの審議にあの参加をさせていただいてまして、えー、なんて言いますかね、やっぱり民主党政権のときにもし、えー、厚生労働省の中で、山梨さんが政務官だったらね、やっぱり事務方は大変だっただろうなと。こう <laughs> 思うわけでありまして、やっぱりしっかりあの中身を一歩、二歩、一歩でも前進させる、えー、討議をです、ね、あの心がけていきたいと、えー、感じたところであります。さて、あのー、山井さんも、山井委員も、まあ、あ取り上げられておりました、こ年金上流数、これ、まあ、まだまだ、あのー、この委員会でも議論を続けていく必要がある。 確認を続けていく必要があるというふうに思っておりますが、ちょっとあの、えー、しばらく間が空いていることもありです、ね、もうあのそれほどあの細かいことはまた紙でいただいていることもありです、ねえー、国民の皆様に対してもあるんで、まあ、この年金流出問題のまあ最新のこの状況と、それからあのやっぱりマイナンバーへの影響ということが、 あちょっと分けましょうかね、まず、えー、年金上昇率問題のまあ最新の状況、これをあのもう簡単で結構です、ご紹介をください。 あのまさにあの今回の事態、えー、不正アクセスということであの、また警察の捜査も進められているということではございますけれども、まあ、国民の年金を守るべき立場にある日本年金機構でこうした事態が起きたということで、あの国民の年金に対する信頼に関わるものでございますので、改めて、監督、官庁、私どもとしてもお詫び申し上げる次第でございます。であのえー、とあの数字ととといいううことだろうと思いますすので、えー、6月22日にに該当するお客様にあのお詫び をお送りするということで、えー、その時点で、えー、個人情報流出した件数125万件というものについて、えー、約101万人であるということをあの公表したところでございますあの。2情報、3情報、4情報と分かれておりますが、3情報の方が人数的には多いわけでございますが、そういうことでございます。であの厚生労働省としては、二次被害を最小のものにするべく、あの こうした深刻な事態に二,二度と起こすことがないように、年金機構の業務全般に対する監督指導体制る一層の強化を図っていくと、それからあのあの広報をしっかりやりまして、二次被害を防ぐということに向けて努力をしているというところでございますこれはあのしっかりねあの、各委員がおっしゃっているように、な、え、ん、ー、としてもこの年金機構の問題は、もう私、理事長はお呼びしてませんが、あの厚生労働省としてしっかり責任を持って、これは対処して、 やり遂げていただく必要がある、これは、イ総理の質問でも申し上げたとおりであります。で、一番私が加えて気になっているのは、マイナンバーへの影響であります、これについても、あまり大臣含めてさまざまな発言がありました、今日はこれも内閣官房は読んでおりませんが、年金等についてですね、の分野社会、厚生労働省が所管している分野について、結構ですが、このマイナンバー制度の施行に向けた、 まあ何か影響が今、あるのかないのか、これ、10月にまあ番号があの通知をされ、来年1月からは運用が開始されるわけでありまして、そういうまあ私は理解でおりますが、これ、どうなるのか、ご紹介ください大丈夫お願いします厚生労働大臣マイナンバーについては、これはもう基本線は変わらないということで、国民の皆様の生活にとって重要な制度だという認識は変わらず、そして引き続いて、 関係省庁と連携をして、個人情報の保護に万全を尽くして、マイナンバーに対するご理解を深めて前に進めようというのが基本線でありますで。現時点において、今年10月の番号の通知、そして平成28年1月からの番号の利用開始という、マイナンバーの全体スケジュールについては影響がないというふうに承知をしておりまして、一方でこの厚労省にとっては、年金分野でのマイナンバーの利用開始時期については、本体の原因究明と、 本件の,です、ねえー、あの原因究明と再発防止策の状況をか確認をした上で、最終的に判断をする必要があるというふうに考えており<上>、まあ、先ほど、山野委員との間でまあ任期中というか、今の任期の間でどうだというような議論もまあ,ありましたが、これ、10月にまあ番号が通知される、で番号が通知されるときにですね、 えまだあのまあ1月からのこの運用が、今、大臣のご答弁だと、要はあのそのままやるのか、やらないのか、これは検証検証次第なのか、基本はやるということで、検証結果によってはえ考えるということか、ちょっとよく分かりませんが、あ。のー 10月の番号通知までにはです、ね、やはり1月から一体何が動くんだということは、やっぱり国民は知りたいというか、懸念についてやっぱり払拭していくべきだと、私は思いますが、それはどうでしょうかね、その1月の番号通知までには、まあ、しかし、検証がいつになるか分からないのであれば、分かんないかもしれません。大臣そその辺やはりそこはりこ検証がいいつにななるかかからないから あそれ、10月の番号通知の際にどうなるかもわからない、こういうまあことですか、ね、塩崎厚生労働大臣まあ先ほど来、ご答弁申し上げているように、かなり大きな事案で対処をしなければいけないことがたくさんあることは、間違いない案件でありますけれども、こと、年金でもありますし、また国民生活に深く関わる問題でもありますので、 できるだけ早くとこういうふうに言っているわけでありまして、常識的に考えて、あのまあ、検証委員会も、ですねそしてこれ、検証しているのは、検証委員会だけではなくて、私ども自身、厚生労働省もやってますし、それから年金機構もやってますし、おそらくまあ政府もね、いろいろな形でこのセキュリティの問題については考えることがあるんだろうと思うんで、こういうことをやっぱり総括した上えで、どうするかということを年金については特に考えるという、こういうことだと思いますので。 ご理解を賜れ,ればと思いますあのこういう問題が出ると、必ずあの国会でもまあ与野党の中で、あるいは政府と野党との間で、特に民主党との間で、このマイナンバー制度自体をいややるんだと、いやいややめろという、こういう議論になりますが、我々まあ維新の党は、あるいは私はですね、いつも思うのは、それはもう10月の番号、そして番号通知、そして1月の運用が決まっているわけでありますから、逆に何としても、 このマイナンバーの問題は、あまりこの先延ばしをしてられるほど、日本の社会は、私は余裕がないと思ってまして、マイナンバー制度については予定通り施行すべきだし、逆に政府は何としても、体を張ってでも、このマイナンバー制度が予定通り、 国民の安心、国民の皆様に安心をしていただける形で成功できるようにですね、何としても、えー、解決をして、まあ、不安を払拭をしていただくう必要があると思います、まあ。マイナンバー制度については何度もここでやりましたが、まああの、制度自体、あるいはシステム自体は大変高度なものであり、えー、またあの世界の中でも最先端だと承知をしてますので、私は、あのえー、マイナンバー自体はしっかりとやっていくと。ただ一方で じゃあ、年金機構の問題が10月までに解決するかというと、しないと思います。私はこのマイナンバーとは切り離して、年金機構の在り方については、とにかく徹底的に、私は安倍総理に安倍総理の任期中、がご在職中とこう申し上げましたが、とにかくそれはやり遂げていただきたいと思います。最後にこの,あの年金問題、年金情報流出問題について、まあ、いろんなあのご答弁でもです、ね、えー、例えば地方自治体とか、 健康、の他の社会保険とか、いろんな質問を申し上げたことについて、検討するとか、通知をするとか、いろいろご,あのご答弁をいただいてます、これももう時間の関係で、簡潔で結構ですので、一体ですね、えー、今日の時点というか、これまでのところで、えー、この年金情報流出に絡んで、何が決まりでまだこれ、まだ何を検討しているのか。 この項目で結構ですので、ざっと総括をしていただければと思います垂水新先ほど申し上げましたとおり、現在、今回の事案に関しましては、まず年金受給者の方々のことを第一に考えて、 万が一にも大切な年金の支払いに影響が出ないように、実態把握、それから二次被害の防止を徹底的に行うということで、対応に万全を期しているところでございまして、具体的にやっていることを申し上げますと、まず日本年金機構におきまして、6月中にあのおわび情報流出の対象になった方に対し、個別におわびの文書というものを送付をしたところでございます。で今後、基礎年金番号の変更を行うということにしてございます。 それから電話相談窓口を設けまして、不安をお持ちの方々からのお問い合わせに丁寧に対応すると。 いいいいううこここととととでで不安を払拭すするるに努力しているところでございますそれからこの間、住所等の変更手続きを行った方がいらっしゃいますので、万が一にもなりすましのようなことは,なってはならないあってはならないということで、窓口での本人確認を徹底するということとともに、念のため、ご本人確認のための個別訪問ということも行っておりまして、詐欺あるいはなりすまし被害に遭わないようにするということで、二次被害の防止に全力を挙げているところでございます。 それからあの年金機構を語った詐欺のおそれなどもございますので、政府広報をはめしまして、政府を挙げて、あの関係各省、大変ご協力をいただきまして、国民の皆様への周知広報に取り組んでいるところでございます。特に日本年金機構から直接電話やメールで連絡をすることはないということを、国民の皆様にもお伝えをしているというところでございます。 引き続き、これはの委員会でもまた取り上げてまいりたいと思います、であのまあ、年金情報の話はあの一旦ここまでといたしまして、まあ、関連で、えー、昨日決定をされました骨太等につい,おいてです、ねまあ、まだあの全体、制、え、度、ー、はできておりませんがあの、まあ、特に医療等 ID については、医療等分野の番号うん々んということで、えー、記述があございます。 これはの、えーまあの日決まった内容の,その関連部分についてですね、そのどういう状況か、私はの、は医療番号については、えー、なんて言いますかね、まあ、いろいろ反対する団体もありましたから、えー、何が昨日まあ決まったのか、ご紹介をいただきたいと思います。 医療連携や医学研究など、医療等分野で用います個人番号につきましては、インフラの二重投資にならないよう、マイナンバー制度のインフラを活用しつつ、医療情報の機微性に配慮し、セキュリティを確保して、安全性と効率性、利便性の両面が確保された仕組みとなるよう、検討を進めていくこととしてございます。具体的な制度づけにつきましては、昨日閣議決定されました日本最高戦略におきまして、本年末までに一定の,一定の結論を得て、2018年度から、 段階的に運用を開始し、2020年までに本格運用を目指すということになってございます。引き続き医療関係者や保険者等と十分に協議しつつ検討を進めていきたいと考えてございます。委員<上>安達康君あの例えばですね、あのまあ報道も含めて出てますが、その健康保険証の機能をマイナンバーカードに持たせるという議論があ,あります。これはあの決まったということでしょうか。ご紹介ください。 原保健局長ご指摘のマイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせることにつきましては、これは医療保険事務の効率的な遂行、それから今後の医療分野の情報連携や研究等に役立ってくるというふうに考えられるところでございます。で医療関係者の皆様とは、これまでさまざまな場で意見交換を重ねてきており、こうした今後の医療分野の ICT 化, IC 化の大きな方向性については、 概ね共有できてていいるとううふうに考えております昨日、閣議決定されました日本最高戦略2015におきましても、2017年7月以降、早期に医療保険のオンライン資格確認システムを整備し、個人番号カードを健康保険証として利用することを可能とするというふうに記述されているところでございますので、 今後、具体的な制度、システムの詳細につきまして、省内の検討会を通じまして、医療関係者などとさらに意見交換を行いながら進めていきたいというふうに考えております安達康君。あのまあ今、ご答弁いただきましたように、ああ関係団体というかね、医師会はじめ、日をはじめとして、大変まあ丁寧にえ調整を進めていただいていることは承知をしてますし、それを、ま、あ あのまあ乗り越えてというか、ちゃんとご理解をいただきながら、こうして、あ昨日のかけてを含めてですねえ進捗していることについては、心から敬意を表したいと思いますし、ぜひこれ、私はスピード感ま、あまあそれぐらいが精いっぱいかなと思いますが、できるだけ精力的にこの分野は進めていく必要があると、こう思っております。特ににこの番号を有効活用してていくにあたっては まあ、レセプトの電子化とか、あるいは、まあ、カルテの電子化ということがあの、まあ、合わせて進,、まあ、進めばです、ねまさま、まさにそういうビッグデータを活用して、それを医療の効率化とか、あるいは医療の質の向上に生かしていくことが、あのまあ、言うまでもなくできるわけでありまして、ただあの、まああの、私が承知している限りでは、例えばカルテの電子化なんかを見ると、なかなか。あの 思い通りに行ってないのかなとこう思います。この辺あの進捗現状等ですね。それからまあこれからそれはもう入っていくのか入っていかないのかその辺のまあ見通しについてご紹介をください。伊政局長。 まず電子カルテの普及状況でございますけれども、普及状況につきましては、えー、医療施設調査、3年に一遍の医療施設調査でございますけれども、これが平成23年のものが最新でございます。これによりますと、一般病院におきましては21.9%、診療所で21.2%というふうになってございます。まだあのそ,そんなに高くないわけでございますけれども、徐々に増えてきていると、こんな状況にございます。えー、このの電子カルテの普及に関しましまてはは、えー、昨日やはり 閣議決定されました日本最高戦略改定2015におきましても、この点盛り込まれておりまして、地域医療ネットワークの普及促進を図るといったことで、地域の医療情報を連携をしていくといったことが書かれております、その関連で、2020年までに地域医療において中核的な役割を担うことが特に期待される400床以上の一般病院の普及率を90%以上に引き上げ、

申し上げることがあるわけですが、私はこの電子化、情報化の分野についてはね、今おっしゃった数字、まあえー、環境整備、すなわち中核的な400床以上を9割まで持っていくということで、その他中小がです、ね、電子化を進めていく、その環境として、中核的なそういう主体がです、ね、やっていく、まあ、だからまだまだ入り口というかですね。 まだまだ本当にこの情報化されて、地域ケアがですねそういうい効率的に、また質も高くやっていけるような状況では全然まだないわけでありまして、私は例えば、診療報酬に絡めて、今でも補助金とかが出ているのかもしれませんが、診療報酬自体の中でね、結局、実際に保険医療をされる方については、もう当然にそういう電子化が図られる。 あるいはもう法律で義務づけてしまう、そういう強い措置がなければね、到底、今のままでは進捗が足りないんじゃないかなと、こう思っているわけです、ありますが、まあ、そういうあ、これもぜひ、まあ、可能であれば大臣にお願いしたいんですが、えー、そういうちょっと踏み込んだあ措置について、えー ご検討があるのか、まあ、いただけないか、ご答弁いただきたいと思います。唐沢保健局 あの診療報酬の部分だけ、ちょっと事実関係をお話しさせていただきます、はいえの。今、伊勢局長から先ほどご答弁いただきましたように、日本最高戦略におきまして、この医療情報連携ネットワークを2018年までに全国に普及、そして2020年度までに400床以上の一般病院の電子カルテ普及率を90%と、まあ、こういう2つの目標があの掲げられておりまして、 この目標実現のための方策の一つとして、基、ま、金、あ、などもございますけれども、次期診療報酬改定時に診療報酬における ICT を活用した医療情報連携の評価の在り方を検討するというふうに記述されているところでございます。したがって、私どももこの診療報酬における ICT の医療情報連携の推進につきましては、重要な課題だというふうに受けてみているところでございます。でなお従来です、ね、18年年度度から22年度まででにレセプトオンンラインの推進で電子化加算というものを 設けたこともございますので、まあ、こういうものを踏まえながらです、ね、あの中継で検討させていただきたいと考えておりますぜひ大臣、塩田厚生労働大臣あの先ほどもちょっと触れました、保健医療203号でこの間ま,まとめたばっかりの報告書を見てみてもです、ね、まさにこれからはこのビッグデータを分析をしながら、 予防、健康づくり、そして重症化予防などをやっていくということで、保健者があ、まあ、あ大事であったり、それから、あの日本の場合にはもうすでにこのナショナルデータベースというのが構築を、まあ、されていて、えー、ずっとレセプト情報を集積をしているわけですねで。こういうようなものもございますし、それから、これは外科の手術の全,、まあ、全国の手術を分析をした上でえで、ー、個人個人の医師の、 パフォーマンスや、病院のパフォーマンスも全部もうデータベース化されていて、これを各科に全部まあ広げることも可能だということも、この203号で提案をされています。でそういうことになると、あの個人個人の診療の選択ということにも役立つし、それから医療の分析そのものにも役立つということもあります。これも最近聞いた話ですけど、アメリカの医学部で中にはですね、えー、先生、あの教員の、 三割ぐらいがコンピューターサイエンスの先生だとこういうことを聞きましたつまり医療もコンピューターによる分析なくして良い治療や良い医療を提供することはできなくなるということにもなりますのでまあ義務化は難しいにせよですね 先ほど答弁があったように、診療報酬の中で、などでインセンティブを提供しながら、そちらに引っ張っていくということは十分あり得るわけでありますし、最終的にはコスト的にもです、ね、パフォーマンスはどうなのかということも、ともにです、ね、考えていくことも大事だろうというふうに思いますし、まあ、国民皆保険という我が国の良き制度を守りながら、何はこのデータ分析を通じて、 良い医療、国民の健康づくりのために役立つか、そしてコストにも寄与するかということを考えていくべきかなと思います。アダチ君。ありがとうございます。まさに今あの塩崎大臣おっしゃったように、日本はあの介護保険制度であります。我々あのまあ今後診療について発言したりすることも多くありますが、決してあの日本の介護保険制度のですねその意味意義というものを決して軽視しているわけではなくて、むしろ日本 のこの保険医療日本の護保険制度というのは、日本の本当に大変大きな財産だと思います。日本の社会がこれから少子高齢化が進展する中でね、どうやって国民の皆様に質の高い医療サービス、介護サービスを提供していくかというときには、これ本当に護保険制度ということが、実は大変大きな 基礎になる、基盤になると、こう思ってますので、ぜひ大臣のリーダーシップで推進をしていただきますようお願いをいたしたいと思います。もう時間が来ましたので終わりますが、冒頭ですね、私、労働法制について申し上げました。自分のことはもうそういうことで収束をさせ、収束したわけですが、一方で、今回の騒ぎで、新聞にもいろいろ書いていただきました。 でその中で、たくさんのメールをいただきました、まあ、お叱りのメールももちろんございますし、反省するところもあるわけでありますが、一方で、やはり労働時間規制については、ぜひこれは何とかせなあかんと、やってくれという激励のメールもたくさんいただいてます、特に、特に高度プロフェッショナルでこれから大臣がご提案あの、政府が検討されてきているその、いわゆるホワイトカラーエグゼンプションの話。 それからさらには裁量労働制の使いにくさ、ここは本当に今、これから政府が出してこられる政府案で、しっかりと対処できているのか、しっかりと野党として追及、確認をさせていただくことをお誓いを申し上げて、この労働法制については、懲りずに取り組んでいくことを申し上げて質問を終わりますありがとうございます。